琉球長江坂きアディナンドラルキュエンシスは、木国下の樹木。沖縄本島の産地に自生する。常緑性の小高木。高さ3から5メートルになる。1年目の枝は、肺褐色の伏せ竹が一面に生えている。葉は五星し、長大円状、頭皮新型から長大円形、あるいは、頭皮新型で、長さ5から8センチメートル、幅1.5から2.5センチメートル。 先端は伸び出して、鋭く尖り、基部は鋭角に細まるかくさび型で傭兵に続き、傭兵は3から6ミリメートルで毛がある。縁は、ほぼ滑らかか、不明確ながら鈍い、大きな巨子が現れる。表面は、無毛で、裏面は長い絹状の毛が多い。花は長い柄があり、溶液から1個ずつ出る。加工は、長さ1.5から2.2センチメートルで、 絹状の毛が一面にあり、先端に二個のとがあるが、これはすぐに脱落する。学編は、卵状長楕円形から、強卵状三角形で、先端は細く鋭く尖り、外側の面には伏せた毛がある。花弁は、白で、灯卵状のヘラ形で、長さ1.7センチメートルほど。お寿司部は30本ばかり、長さ1センチメートルほど。駅舎は、 長さ1センチメートルほどになって黒く熟する。沖縄本島の固有種、産地の森林に生育する。本島北部産地帯の森林に見られる代表的な植物の一つに取り上げられている。日本には同族の種として毛長キエイやメンシスがある。本種と比べると額が半分ほどの長さであり、先端が尖らないことで区別される。ただしこの種は、 八重山諸島の石垣島、入表島の固有種であり、分布がはっきり異なるので混同の仕様はない。むしろ同所に生育する、久垣族のものが紛らわしいが、これらは花の様子が全く異なり、加工がごく短いので区別できる。以下、種として、初島、P412 池原、P112 佐竹ほか、P145 池原、P112 新城ほか、 P184 さたけほか、P144 から145、ありがとうございます。